光。聞こえる？光？よかった、無事だったんだね。爆発音がしたけど大丈夫？いや、ここは今がいつでどういう状況かわかる？いつって、ユーリ、逃げよう。ユーリ、ユーリがどうしたの？いや、僕も驚いたんだけど、ユーリがこの施設の中にいたんだ。僕らが心配でついてきた。緊急放送です。ただいま施設内で多数の爆発が起きています。爆発は主に各非常階段付近で発生。今のところ第二エリア以降の非常階段は一部無事ですが、それらも随時崩壊している模様です。危険です。職員の皆様は早急に地上に避難してください。こうなったらユーリも連れて4人で脱出しよう。サリュー、第一エリアのエレベーターは使えそうだったか？残念ながら止まっていた。どうやらエレベーターは普通の模様。地上に出るには無事な非常階段を探すしかないよ。じゃあ行こう。第二エリアはこの先だ。あの日の夢を見てたんだ。6日前、9月10日の夢。9月10日、考えてみればあの日から日常が変わり始めていた気がする。初めてテレパシーを使ったのも、ユーリが予言めいたことを言ったのも。ぜユーリが予言？それってどうなん？これから僕の身にはいろんなことが起きると思うってさ。なあユーリ、なんであんなこと言ったんだ？行き止まりだ。
全てのゲートが開放されてるって言っていたのに。夏彦、引き返す。いや、仕方ない。手動でこじ開けよう。みんな手伝ってくれ。さあ、マシロ。爪が。大丈夫か？僕らだけでも十分だから、ユーリと一緒に待ってろ。予言したのはそれだけじゃないはずだよ。え？楽しいことも辛いことも勇気なくしては乗り越えられないことも、だけどきっとそのどれもが避けちゃいけないことなんだよ。ユーリ。あれからいろんな問いをかけたよね。ヒコリンはその問いに答えられる。その答えに耐えられる。ううん、耐えられるはずなんだよ。だから思い出して、ヒコリンはその強さを手に入れたこと。どんな問いをかけられても、ヒコリンは正しい答えを出せるってこと。閉じ込められた箱舟の中の日々、記憶を探せば鍵は見つかる。その場所にその時に出会えたことをどうか覚えてて、君が見た光と私が抱く闇の箱合わせた手のひらに触れた奇跡。
はい。え？なんだっけ？なんだっけって、手見せてみろって言ったの夏彦でしょ？僕が？そうだよ。開かない瓶を無理して開けようとしたら指怪我しちゃったんだよ。ああ、悪い。そうだったな。うん、痛そうだな。絆創膏を貼っておこう。そそっかしいな、真っ白は。面目ない。はい、これで OK。 ありがとう。さーて、そんじゃパパッとご飯作っちゃうよ。ちょっと待ってて。マシロ、おはよう。ああ、おはよう、ユーリ。ん？ああ、ユーリおはよう。よし、ご飯できたよ。運ぶの手伝って。ああ、了解。はーい、ご飯だご飯だ。それじゃ、いただきます。ごちそうさま。私もごちそうさま。マシロ、今日も美味しかったよ。じゃあ学校行こうか。ちょっとのんびりしすぎたよ。それじゃあ行ってくるよ、ユーリ。それじゃあね、ユーリ。また後で。二人とも気をつけてね。
ところで夏彦、今日はちょっと学校に行くのが楽しみじゃない？ん？どうしてだ？だってほら、昨日ついにテレパシーが使えるようになったじゃん。先生に報告したら能力レベル1に認定してもらえると思うよ。ああ、あれか。まあ一応使えたのは事実だけどさ、あれを報告する気にはならないよ。先生に報告したらレベル認定試験を受けることになるだろう。正直言って受かる自信がないよ。昨日のはまぐれなんだって。そんな簡単に諦めちゃうの？あ、わかった。エナ先生の前で恥かきたくないんだ。まあそれもある。けど能力レベルとかあまり興味ないってのがより大きいね。僕は能力レベル0のままでも全然構わないんだ。そうなの？まあいいけどさ。なんか言いたげだな。え？いや別に。ただテレパシーも使えて損はないかもよ。もしも夏彦に超能力があったら、みんなを笑顔にさせてあげられるかもしれないしさ。なんだそれ。昨日買ったボイスドラマ版ビヨンドビヨンド第1話のセリフ。あ、そう。振られても諦めませんよ。またあんた？だから無差別テレパシーでそういうこと言うのやめてって言ってるでしょ。っていうかあんたどこの誰なの？なんで普通に口で告白しないのよ。シャイなもんでこういう形でしか告白できないんです。そんなこと言われたってね。私もあんたの固有の波形わかんないから無差別テレパシーで答えるしかないのよ。あ、もうや。行くぞストレート、外角低め。だからバレバレだって。何、カーブだと？どうだ、ダダ漏れテレパシーを逆手に取った心理戦。さあ、なんだそのドヤ顔は。しかし新業、俺たちの密談ってずっと学内にダダ漏れだったってことか。ああ、まずいな。俺も昨日まで知らなかったよ。どうりで女子の視線が冷たいわけだ。このままじゃいかんぞ。秘密特訓でもするか。Thank you.
いい返事ね。さて、今日はちょっとした事件があります。このクラスに新しい仲間が一人増えました。お、転校生？どんなやつかな？女の子っすか？そうよ。それじゃ、三宮さん、入ってきて。どんなやつかな？可愛い子がいいな。おお、まさかの金髪娘だ。ハーフかな。ちっちゃくてかわいい。っていうか小さすぎね。小学生？それじゃあ自己紹介してね。三宮ルイーズユイ。三宮さんはお母様がフランスの方で、今まではフランスに住んでました。日本の文化には不慣れで戸惑うかもしれないけど。いや、別に戸惑いはしない。気遣いは不要。あら、さようでございますか。三宮さんは13歳ですが、飛び級でこのクラスに編入してきたそうです。すっげえ、いわゆる天才児っすか？かもしれないけど、それ以前に同じクラスで学ぶ仲間よ。みんな、はーい。それじゃあ三宮さん、ホームルームを始めるからまずは座ってね。席は一番後ろの窓際よ。理解した。確かに。ね、お人形さんみたいだよね。やっぱハーフの子って綺麗なんだね。確かに人種的な要素もあるかもしれないけど。
子のことじっと見てなかった？そうかもな。まさか知り合いとか？いや。でもこいつは面白くなってきたね。え？何が？ハーフの転校生なんて盛り上がるじゃん。非日常じゃん。こりゃやっぱ友達にならなきゃ。ミーハーだなお前。じゃあ朝のホームルームはおしまい。それじゃあ皆さん、また午後にね。ねえねえ、三宮さんってフランスのどこに住んでたの？休みの日とか何してるの？どうしてこんな中途半端な時期に引っ越ししてきたの？住んでいたところはアンドレジ、休日は読書する。転居理由は家庭の事情以上。それで それがどうしたの？いや、どうしたってわけじゃ。ほら、周りが年上ばっかりだと溶け込みづらいかなって思って。あ、そうそう、それでこっちから話しかけようかと。気遣い不要、年下扱いも望むところではない。年齢が2つ3つ違っても人間性にさほどの影響はないはず。あ、うん、まあ理解した。ならば普通に扱ってくれればいい。仕掛けてごめんね。ね、行こっか。うん。はい、ボンジュール、マドモアゼル・ルイース。ボンジュール。あ、ボンジュールで会ってたんだ。よかった。ちょっと自信なかったんだ。趣味が読書とは渋いね。私の友達も本好きなんだけどさ。そう、その本は私も読んだことあるよ。名作だよね。 SF ジュブナイルのマスターピースだよね。何か用なの？
せっかくクラスメートになったんだしさ、友達になりたいってだけなんだけど。好きにすればいい。え？やった！それじゃあ改めて自己紹介ね。私は鳥羽真白で、こっちは友達の夏彦。え？おい真白、勝手に僕まで紹介するなよ。何お堅いこと言ってんの。友達の友達は友達でしょ。さあほらほら挨拶して、年長者から。天下は夏彦です。よろしく。よろしく。さて、なんて呼んだらいいかな。三宮さん、ルイーズちゃん、ユイニア、どれも可愛い名前だから迷うな。別にどれでも。そうだ、その3つを縮めてサーリュっていうのはどう。おいおい真白、早速あだ名って慣れ慣れしすぎないか。いやいや、やっぱ友達との距離を近くするのはあだ名ですよ。ユーリもそう言ってました。ねえどう、サリュってのは私としては可愛いと思うんだけどな。うん、別にそれでもいい。意外と素直だな。もしかして気に入った？このあだ名。まあ。じゃあサリュウ、これからよろしくね。It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Excellent! 適切な発音でとても美しかったわ。それでは日本語訳はできますか、三宮さん。心でしか人は正確に物を見ることができない。肝心な点は目には見えない。 That's right! では座って結構ですよ。ではこの例文の文法ですが、発音だね、聞き惚れちゃったよ。釣れない。
そりゃそうだ。授業中だぞ。前見ろよ、マシロ。